ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回はアディダスから出ましたアディスター、こちらを紹介したいと思います。アディスター出ましたね。これどういう位置づけのシューズなのかなっていうのをちょっとすごく気になるところなんですが、もうすでにですね、アディオスだったりとか、ボストンとか似たような形でですね、厚底のシューズがあると。向こうはですね、やはりカーボンだったらグラスファイバーとか、やっぱりしなる跳ねるようなプレートが入っているというのがエナジーロッド入っているという特徴ですが、こちらは、それが搭載されていないということです。で、非常にこう、ね、重さも27センチで300グラムを超えていますから、まあ、ボストンと比べても、270に対してやっぱり50グラム重いということもありますし、非常にかかとががっしりしているということで、見た目上はなんかヒールストライク気味のシューズなのかなというふうに印象付けられるこうデザインになっています。ところがですね、中身を見ていくと、ドロップが6mm、厚さとしては価格が 37.5、つま先が 31.5 になっているんですが、僕の印象からするとこれって例えばグライドライドアシックスですね、非常に前に突っ込む形の、シューズのような形状になっているような気がします。まあ、したがってですね、アーディウスとかの関してこう跳ねるシューズとはまた一線を画く、前回も紹介しましたけど、ベイパーとグライドの違いみたいなところで、しなるのかこう前へ突っ込むのかというふうな完全に、住み分けができているんですが、何分見た目が分かりづらいっていうのも一つポイントなのかなと思っています。で、アウトソールもコンチネンタルラバーで非常に耐久性を持たせていますから、まあ、楽に長くっていうところで位置付けとしてもですね、まあ、広く使えるシューズなのかと思っていますね。ですからアシックスのグライドさんなんかはサブ5ぐらいの向けになってますし、別に速いランナーでも楽に足を運べるというふうな特徴なのかと。ですから真ん中の線なんかも本当に、ガイダンスラインじゃないですけど前へ流れていくシューズじゃないかと思ってますね。で、価格は15,000円と、でボストンが16,000円ずつ、価格差1,000円になっていきますから、まあ、本当にこう足をバネのように使うのか、回転を使うのか、この違いも出てくるシューズなのかと思っていますね。あくまで僕の印象なんですけれども、ですのでこう住み分けは違うシューズだというふうなのが僕の捉え方です。まあ、ただですね、パッとした見た目がなかなか分かりづらいんで、まあ、体感してそこでの違いっていうのも、ぜひレビューできればなと思っています。今回はアディダスのアディスター、こちらを紹介させていただきました。やっぱりいろいろシューズというのはテストしたり比較していかないと分かりづらいのかなと思っています。で、この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想教員牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。